皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ヨウムだにょん。本日は2024年5月18日、19日に行われた第82期名人戦7番勝負第4局、藤井聡太名人と豊島将之九段の1局をお送りするにょん。さて、名人戦は早くも大一番。ここまで3局、藤井名人が3連勝し、名人初防衛に王手をかけたね。逆に豊島九段はいわゆるカド番、特に第1局、第2局と追い詰めてからの逆転負け、第3局の完敗もあり、メンタルダメージが心配ですが、背水の陣の第4局、迎えるは先手番、並々ならぬ覚悟で、とっておきを持ってきそうですね。令和最初の竜王名人として、一矢報い提示を示したいね。それでは、対局の前に軽くプロフィールを確認しましょう。まずは後手の藤井名人。2002年7月19日、愛知県瀬戸市出身、杉本昌隆八段門下の21歳、第36期竜王、第81期名人、タイトル戦登場に1回で全てを制する絶対王者。無論、八冠完全制覇は前代未聞の快挙だね。特に多いと棋聖は現在4連覇、21歳という若さながら、早くも永世称号にダブルリーチをかけています。もうむしろ天保でよくね。麻雀がわからない人を無視するのはやめてください。さらに、この圧倒的強さながらおごることなく、常に研鑽を怠らない真摯な姿勢、おっとりした性格もあり、お兄様お姉様方に大人気よ。本日は後手、横綱の風格で受け止めるのか、力ずくで押さえつけるのか、その姿勢に注目しましょう。それでは続いて、先手の豊島九段。1990年4月30日、愛知県一宮市出身、桐山清澄九段門下の34歳、今期竜王戦1組、順位戦 A 級、タイトル戦登場18回で6期獲得、一般棋戦優勝5回、狂気じみた、膨大な研究量と鋭い踏み込み、負けん気を前面に出した勝利への執念、序盤、中盤、終盤すべての場面で目が離せない、隙のない将棋が特徴です。いわゆる研究、AI 推奨手順もさることながら、最近話題はその丸太落ち、急戦に横歩取り、挙句の果ては振り飛車まで、幅広い戦術、そして腕力勝負、かつての力戦主体に立ち返った、その野性に注目ね。感覚的には、佐々木小次郎相手を想定し、準備をしたら、やってきたのは丸太を担いだ宮本武蔵だった、というところでしょうか。棋聖と野性のハイブリッド、もう後のない戦いに臨むわよ。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カミョン。今回はヨウムが先手、豊島九段。霊夢が後手、藤井名人だよ。それでは、お願いします。さて、この番勝負ここまで3連敗、早くも追い込まれてしまいました。本当、我ながら不甲斐ない限りですが。当然、このままでは終われません。この日のために、温めてきたとっておきを投入します。7六歩、覚悟の将棋、とくと味わいなさい。ま、私はいつも通り指すだけよ。8四歩。むむむ、なんたるマイペース。ですがこの手を見てのんびり構えていられますか ?1 六歩。え?3手目1六歩?これは振り飛車でよく見る立ち上がりだけど、まさかこの土壇場で振りに来るの?しかも先手で?ふふ、それはどうでしょうね。ただ、一言申し上げれば、私の王、世界にいい。ようこそ。王格ゲーの推薦使い。その真意はわからないけれど、あらゆる状況を想定しなければならないね。少なくとも、今はひたむきに。3、4歩、柔軟に手を進めていこう。よし、各道を開けましたね。定石を前提とするならば、このまま飛車を振るなら、一筋を突き越し圧をかけ、各交換振り飛車に持ち込むところ。ですが、私の狙いはそちらではありません。本来、後手から誘導する戦型ではありますが。2、6歩、そう、先手から誘導する横歩取りです。なんと。橋を挟むことにより、各道を開けさせ、私が一手損角代わりに進まないことを前提に、横歩取りを強制しようか、という立ち上がり、しかも一手パスの端歩も、しっかり駒を進めているため、パスがパスになっていない、この先に何があるのか豊島九段だけが知っている、まさに、序盤から用意されたわな、むむむむ、やってくれたわね。ふふ、計画通り、さあ、早く手を進めてください。言われなくても、8号歩。後手がさらに飛車先を伸ばしてきたことで、2号歩、方向性は横歩で間違いないですね。とはいえ、3二金、私だって腕力には自信があるんだから。7八金、どんな展開でも、対応してみせるわよ。8六歩、飛車先をぶつけて戦闘開始よ。同歩、まずは飛車先で歩を交換、手駒を作って。同飛車、打ち込む玉を用意する。後手が横歩を取る前に、2四歩、私も飛車先をぶつけ、歩を回収します。
豆腐。同飛車。横歩取りの特徴は、その文字通り。76飛車、浮いた横歩をかっさらえ、複数の玉を持つこと。77角。そして用意した鉄砲玉をフルに活用し、52玉、全力で殴り合う、激しさにあるんだね。28飛車、私は横歩を我慢し、自陣に引きます。74飛車、自陣に引くことで、金に紐がつき。88銀、外回りに、金を上げることができるんです。23歩、一旦傷を消し、2筋を落ち着けて。22角なる、飛車先を止めながら、組み立てに行こう。同銀、後手は局面を落ち着け、じっくりしたいようですが。8三角、それは私が許しません、殴り合い続行です。44飛車、飛車を避けながら、47地点を捉える。38銀、受けを用意しつつ、金銀に連携を持たせます。74角、角交換を要求しつつ、47に数を足す。先手は角の逃げ場がないため、角交換に応じるか、角金交換の駒損の2択。もし、駒損を嫌がったとしたら、同飛車とする手が紐の外れた金に当たり、対応を迫るため、私に主導権がやってくる。当然、そんな細かいことを気にする展開ではなく、61角なる、駒損を厭わず、主導権確保です。同玉、でも、これでは4筋に数が足りないのでは？5五金、大駒の成り込みを受け入れ、飛車を捕捉します。むむ、47飛車なる。これで実質、飛車角と金銀の交換。同銀、後手には斜め駒、私には縦の駒が集まります。同角なる。そしてこの馬も、見た目以上に狭くなり。5六金、容易には交代できず、敵地で孤立する駒になる。むむむ、やってくれたわね。現状、馬の引く場所は14の1箇所。その14も、先手が端歩をつけば塞がれるため、現状選べるのは、駒損覚悟の角金交換か、33桂馬とし、25に着地点を作り、飛車角交換を促すか、自陣に交代するか、どれを選んでも手間がかかる上、先手にペースを握られる展開ね。しかも、それだけじゃなく自陣に目を移すと、急なやりとりの中で8筋の傷を消す暇がなく、桂馬の頭がすっかすか、さらに、自陣にスペースが多く、後々、飛車を打ち込む隙があるのはとても怖い。馬の処遇に桂馬回り、そして自陣のスペースの対処と、問題三席で、まさにしてやられた序盤だわ。でも、グダグダ言っていても仕方ない。ここは急を要するところから一つ一つ潰していって、なるべく自陣を修復、長期戦を目指す方針に立っていこう。馬は最悪、交換する手があるとして、まずは守りの体勢を万全に。8に歩、傷を埋め、打ち込みの隙を消していく。ふむ。6八金、後手は受けの姿勢を明確に示した様子ですね。6二玉、戦場を支えながら飛車打ちの直撃を避ける。ふむふむ、馬は後回しでいい、ということですか。王様周りが危なくなっては元も子もないですからね。賢明な判断と言えるでしょう。それに、馬を現地に残しておけば、反撃の足がかりにもなるからね。そんなところで私の手番、攻守両面、非常に手が広い中で封じ手です。まず挙げられるのは、先ほど挙げた課題の一つ、後手が前線に残した馬の処遇。私としては、金をぶつけて交代を促すか、あるいは先に端歩を進め、馬の交代の余地を断つかですが、戦術の通り、桂馬が跳ねれば2筋で着地点ができ、馬を取るには飛車と交換する、という選択になりますが、自陣も大きくスペースがあるため、正直採用しにくいです。後手陣の隙も、この数手で消されているため、大駒の交換は、旨味が減っていると言っていいでしょう。では次に、守りの手として、端からの角打ちラインを予防する、9六歩。これはわかりやすく、自力の安全性を高めるものですが、後手に手番を渡し、一息つかせてしまいます。それに、この追い込まれた角番、そんなぬるい飛行で勝利をものにすることができようか？いや、無理でしょう。そしてそれは、私らしくありません。ここは強烈に攻めを意識した前のめりの一手。77桂、速度を飛行し、後手玉を目指します。来たわね。33桂、戦術の通り、馬の足場を用意する。6号桂、さらに跳躍、強烈な攻めの意思表示。なるほど、馬は狙わないということね。それならこちらにも考えが。2号桂、こちらもさらに桂馬を跳躍、ぶん殴り合いに持ち込むわ。もし、この桂馬を放置すれば。37桂なる、同桂に、同馬が王手飛車取り、一気にこちらの攻勢に傾くね。状況が悪い時は、強い攻めで活路を開くものよ。当然、黙って見過ごすわけもなく。38金、支えを入れつつ、馬に当てて咎めます。同馬、そのくらい承知の助よ。なぜでしょう？同飛車、急におっさん臭いこと言わないでください。まだまだ。47角、角を打ち直し飛車を追う。当然ひらりと。28飛車、かわせば小瓶の余裕ができます。まだ続くわ。39銀、
猛攻を仕掛け、簡単には落ち着かせない。5八飛車、角のラインに飛び込み、退路の壁にします。5二玉、飛車に当たりを確保したところ、一度自陣に手を戻す。攻め駒をいつでも交換できるから今のうちに、というところですか。やはり、後手は先手陣をかき乱しつつ、隙を見て自陣を整え、長期戦にしたい様子。自陣が硬ければ、攻め込むのに戦力が必要で、持ち駒の交換が進めばこちらにも、反撃の余地があるからね。ならば、体勢が整う前に糸口をつかまなければいけませんね。7四歩、後手陣の手薄な部分を、こじ開けに行きます。同歩。がっちり固めた後手の天井に穴を開け。9号角、背後を狙い、角のラインをねじ込みます。でもこれは、6一金、自陣を固めれば、なんとか受けが間に合うよ。7七角、駒を使わせたことを戦果に一旦聞きます。2九角なる、でも、おかげで自陣に硬さができた。4四歩、今度は小瓶をこじ開けに行きます。随分強引ね。同歩。後手陣が硬すぎますからね、多少の強引さは。同角、やむを得ないでしょう。玉頭に戦力を集めます。6二銀、壁を作るけど、7筋は金一つで十分よ。戦力の選択と集中ですね。玉頭の争いを最重要と見て、徹底的に受けるつもりでしょう。ですが、この程度で私の覚悟は収まりません。さらなる攻めの手を用意し、勝負に出ます。ここで負けては魂魄が廃る。5号飛車、徹底的に攻め倒します。むむむ。4一桂、私も徹底的に迎撃するわ。この隙に、2号飛車、桂馬を刈り取り、馬に当てます。1九馬。馬が外れて離れたところに。3八飛車、自陣に潜んだ工作員、金を刈り取りましょう。4三歩、傷を埋めつつ角の身体を問う。ですがこの瞬間、3九飛車、馬取りにもなるので、角破損になりません。1八馬、しまった？これは油断したんでしょうかね。3八飛車、さらに馬を追い、攻め駒をいじめます。ぐぬぬ、馬がなくなると、攻め味を作るのが難しい。銀の丸分は痛いけど、一旦退避して。5四馬、守備に玉振りし、耐える道を選ぶわ。7七角、銀を得して角も無事、これはいい感じです。2四香、飛車とその先、先手陣めがけて貫き通す。5号飛車、ここで飛車角交換なら十分です。2七馬、馬を保持しつつ、ただの飛車を狙う。4八飛車、3七馬には、4号飛車寄るで十分です。3七馬。飛車のラインが小瓶に集中し、4号飛車寄る、続く桂打ちが、狭い後手玉に刺さります。3三銀、小瓶への集中攻撃に備え、銀を寄る。6九玉、攻め合いに備え、王様を退避です。6四歩、退路を開けつつ、戦力補強を狙う。後手は戦力不足が明確で、苦しさが滲み出ていますね。これは勝機。5号桂、4三、そして小瓶の退路を塞ぎます。4四銀、ぐぬぬぬ。飛車の進路に立ちはだかられましたが、同飛車、王手飛車は解除されているため、遠慮なく飛び込みます。同歩。同飛車、先手の攻めの圧が強く、これはたまらない。3九飛車、王手のかからぬうちに、反撃に出る。なんの、7八玉、ひらりとかわせば攻めが続きません。いかんせん、攻め駒が足りない。これ以上の追撃は難しいね。苦渋の決断だけど、詰めろ解除に。5号馬、虎の子の馬を切り、耐える姿勢よ。同金。6号歩。幾ばくか、攻め駒を削られましたが。2一角、自力にはその刃、届かないでしょう。4三歩。避けてじっくり行くこともできますが、読みは十分。3二角なる、馬で迫り、最短で寄せていきます。4四歩。今年度ここまでボロ雑巾のようでしたが。6四銀。これでようやく連敗ストップ、反撃の拳をねじ込みます。ぐぬぬぬぬ。自力の退路を抑えられ、盤面は4三銀からの詰めろ。受けるにしても、手元には飛車と桂馬しかなく、受けには不向きで、先手玉に届く王手もない。どうやらここまでのようね。今まで見たこともないような立ち上がりで、戦型を強制され、ゴリム中の中盤戦、なんとか猛攻を仕掛け、桂戦能力を確保したけど、最後はちょっと、力尽きてしまったね。それにしても、角番の一局に持ってきたとっておき、あと一つ負ければ、無意に帰してしまうし、別の番勝負に持ってくることもできただろうに。本譜にかけるその覚悟、確かに見させてもらったわ。自局は絶対負けないわよ、覚悟しなさい。負けましたー。ありがとうございました。途中押し返せたと思ったんだけどな。先手が7筋をこじ開け、そのラインに角を打ち。
61金と受けた瞬間は、後手陣が受かった状態になり、なんだったら金銀4枚が自陣を支える盤石の体勢。対して先手は大駒3枚があるものの、受けに有効とは言い難く、飛車も交換待ったなしの状態で、角も1枚宙に浮いている、盤石の後手陣を攻めるには、コツコツ戦力を集めるか、犠牲を覚悟の上でリスクを犯し、大駒をぶった切って飛び込むか、そういう状態でしたからね。正直、先手からは攻めづらい状況までなっていましたが、いかんせん、66手目。4三歩の受けがぬるく、3九飛車で銀をすぬかれつつ、馬を追われているうちに角にも逃げられ、後手の足がかりがなくなってしまうことになってしまいました。ここは、守りを一瞬我慢して、2八銀なるなどで対応しておけば、銀をすぬかれる流れは少なく、さらに、角の頭に香車を打つことで、先手玉の脇に強烈な攻め手を入れられました。歩では攻めが届かず、銀もすぬかれる、ここが敗着になってしまったね。この結果を受け、第82期名人戦7番勝負は、藤井名人の3勝、豊島九段の1勝となり、藤井名人の初防衛は一旦お預けとなりました。豊島九段は星を一つ返し、次戦、さらなる覚悟を持って臨みたいね。果たしてこれ以上の覚悟って、一体何なんだ?とは思いますが、次戦は5月26日、27日の日月、北海道紋別市、ホテルオホーツクパレスで行われます。5月の北海道って、最高じゃない?何を言ってるんですか?北海道はいつでも最高ですよ。間違いないね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。さあ、それでは皆さん、バイバイキン。